はい、今日はですねこの試みなんですけども、走行中に突然、前にも後ろにも行かなくなってしまった、走らなくなってしまったという、症状です、今そういう症状、オイルがなくなってもそういう症状が起こるので、オイルはチェックします。オイルは、オイルは入っていますね。オイルがね、3リッターぐらい減ってくるとやっぱ同じような症状で動かなくなります、はい、すでにもう水温ちょっと上がってますので、試して、試験でギア入れてますね。今パーキングですね。前にも後ろに行かないってことなので、まずは D に入れています。D に入れて、エンジン回転、1000回転ぐらいですけども、完全に空回りですね、空回りして。ちょっとこれ坂だって坂に置いてますけど、今バックします。バックに入れます。入りました。バックもこれも空回りします。空回り、前にも後ろにも空回りしている状態なんですけれども、唯一ですね、三速ギアだけが実はちょっと反応するっていうところがあります。1は空回りです。1番で空回り、空回り、3に入ると3ですね。今3に入ります。3だけはですね、ここに外の意識、そーっと動く感じで、こんな感じで動きます。戻れないんで、もうバックできない、バックしないんで、これはこの程度にしておきますけど、バックだと算数だちょっと反応して動きます。もちろん普通に走るわけじゃなくて、空回りしながら、ギアの、なんていうか、ギザギザとか、これ、ベベルギアは剥離した症状ですけども、剥離したそのギアのところの、まだ、ザラザラのギアのところを擦りながら、走っているという、そんな状態です。おそらく先ほども話しましたけども、症状としたらベベルギア剥離したという症状ですね。これ高気圧は非常に珍しいですけども、このエンジン実は、リビルトミッションが、いつか過去にですね、オートマ交換された経緯があるようで、ミッション番号とデフケース番号が違ってました。なので、年式的には古いミッションが積まれている可能性もあります。ちょっとこの辺のところは、後でまたチェックをします。以上です。では次はオートマの、オートマにかかる油圧のチェックをします。その前にですね、先ほどドレンボルトの、差し替えていましたので、ドレンボルトには多くの鉄粉がついてますので、ちょっとピント合わないな。ちょっとわかるかな。だいぶ多くの鉄粉がついてます。なのでギアドラムは削られてしまっている、可能性は大です。で、オートマ、これはオートマフィルターケースで、フィルターケースで、油温を測ります。だいたい、ちょっと油温低いですけど、45度ですけども、油圧のかかり方をチェックする意味で、これで見てみます。このフィルターヘッドのここに油圧、計が下がって、つけてます。で、先ほどですね、ショックのことどうかな、ちょっと見にくいな。この、6キロぐらい、いずれにもギアスかかるかどうか今回チェックなんで、今パーキングレス、これをドライブに入れます。油圧かかってます。7キロぐらいかかります。前進はしないですけども、油圧はかかることが分かりました。で、バックね、バック、ハイバック。バック、見にくいな。
かなり油圧はかかる、圧をすると非常にかかる、かかってますね。12.5キロぐらいのか、ちょっと見にくいですね。12.5キロぐらい油圧かかってます。1、2、3、まあかすかに3速動きましたけども、油圧をすると全部の油圧、各ギアの油圧は、正常ですね。油圧がかかってます。やはりだからベベルギアの剥離じゃないかなってことで、原因は思われます。はい、以上です。